こんにちは、パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッション、ギロ編。この動画では、ギロの、グウいっぐーっっていうですね、伸びろとですね、レガートの演奏方法と、これを使ったフレーズの解説をしていきます。はい。前回までのレッスンで、ダウン、アップ、ダウン、アップのストロークで、ギロを叩いて演奏する方法を説明しました。 今回やるグウィっていうですね、伸びる音はダウン、アップ、ダウン、アップをキープしながらスティックとギロを近づけていくっていう。これだけなんです。ちょっと試しに極端にやってみます。ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン。 スティックのダウンアップダウンアップに合わせてこっちのギロを持っている手もですね回転させてあげるっていうのを前回やったと思うんですけどもこれに加えてこの回転の時に若干ギロをスティック側にプッシュしてあげるでうまくですねこのスティックが最後までこの座面に接地しているようにうまく力加減を調整します 超スローでやりますと、ダウンストロークをしてきて、ちょうどですね、真ん中ぐらいに来た時に、こっち、ギロを持っている手を回転させて少しプッシュしてあげて、ダウンストロークの軌道のまま、この画面上に設置しているように調整します。こう、うまく回転させないとですね、こう、普通に振り抜いてしまいますので、そこを 最後までダメに残っているようにしてそのままアップストロークで振り返るっていう感じですね。 はい、では、ダウン、アップ、ダウン、アップをキープしながら、持っている方の手を調整して、うまく、っていう音が出るように練習しましょう。two, three, four。 はい、この時ですね、えー、ダメを擦ろうとして、まあ、スティックを持っている方の手ですね、こっち方向に力を入れて、こう、押し付けるような、えー、形になってしまったらダメです。こう、グッと押し付けると、まあ、その分ですね、この持っている方の親指の付け根から手首にかけてすごい負荷がかかりますので、で、曲を演奏している時なんか、これも、 何回も何回もやるわけなので、最悪ですね、まあその負荷が効いてきて、検証縁になってしまいます。まあこれなんで知ってるかというと、まあ僕実際これで検証縁になったことあるんですね。えー、もうここまでせずともですね、もうダウンアップ、ダウンアップ、もうこの動きだけで、あとはもうこの距離感を調整するだけで、えー、十分いいグーイっていうですね、レガートが出せますので、まあくれぐれもこう押さえつけないように気をつけてください。 はい。では次は、ギロの一番有名なフレーズですね。キューバのチャチャチャで使われます。グーイカッカ、グーイカッカっていうのをやりたいと思います。今まで通り、スティック、ダウン、アップ、ダウン、アップをひたすら繰り返します。ワン、ツー、ティー、フで、ワンの時だけ、レガートになるようにこっちのギロの方を調整してあげて、ワン、ツー、テー、 3、4は普通にストローク。1、2、4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4、1、2、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 4、1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 、 一緒にやってみましょう。 ではもう少し早いテンポでいきます。ワン、ツ <noise> ー<楽>、ワン、ツー、ディフォー。はい、いかがでしょうかできましたでしょうかこのグーィっていうですね、音なんですけれども、この 当たってるスピードがですね、一定だと音程がギーッと、えー、一定になります逆にこのスピードが速くなるとウィッウィッと、えー、ピッチが上がりますので、まあ、これはまあ好みと、えー、あとは演奏スタイルに合わせて、えー、あんまり音程を変えたくなければこの 議論の回転をですね、なるべく、まあ、動かさずに、えー、レガートできるようにして「ダータダタダって形にして、えー、反対にピッチを上げたい時はこっちをですね回転させてあげた方が、えー、高い音がなります。 ググウウィィッッカ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 みたいな感じですねこの伸びろとのグーィっていうですね、音程感。これは、これが正解っていうものはありません。もう十人十色で、もうその演奏者だけの個性になりますので、もう気に入った感じをですね、ぜひ。あ、これがいい感じだな。あ、こう上がった方が自分は気持ちいいっていう。えー、そういうのをぜひ見つけていただいてですね、えー、それをご自身の個性にしてください。 あとはその、やる楽曲に対して、うまく、あ、この曲にはこんな感じが合うなとか、あ、逆にピッチがぐい、ぐ,い,ぐいって、ぐいっ、ぐいっ、ぐいっ、急に上がった方がなんか、リズムがドライブしてるような感じがするなというえ、そういうのをですね、うまく、えー、聞き分けて、えー、自分の練習に取り込んでください。はい、今回のレッスンはここまでです。お疲れ様でした。 このギロのグーっていうのはですね、非常に奥深い世界ですので、できればいろんな、えー、ギロのプレイヤーが演奏しているのを聞いて、あ、これいい感じだな、真似てみようっていう感じで、えー、練習するとより早くレベルアップできると思います。あとやっぱり今回のレッスンもですね、なるべく鏡を見ながらうまく画面に対してスティックが当たっているかなというのを確認しながら、えー、やるといいと思います。 はい、こんな感じでパーカッションのレッスンや情報発信を毎日しておりますので、よろしければぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また